エキセントリックプラネット HD96167B の軌道。比較のため太陽系の4つの岩石惑星の軌道が描かれている。エキセントリックプラネットとは太陽系外惑星において発見された軌道離心率の大きなタイプの惑星の属称である。何をもって離心率が高いとみなすかについて明確な定義はないが、例えば0.1という目安が挙げられる。 質量が木星程度のものはエキセントリック、ジュピターとも呼ばれる。太陽系の惑星は水星を除いて、その光転軌道が離心率0.1にも満たず、ほぼ深淵に近い状態で運動している。しかしながら、2006年の時点で発見された太陽系外惑星の実にに3が離心率0.2以上の楕円軌道を描いている。このことはホットジュピターと共に、 これまでの太陽系形成論を根本的に見直す契機となった。エキセントリックプラネットが最初に確認されたのは1996年。前年にペガススザ51番星において主系列星初の太陽系外惑星が発見されていたが、それとは別に中心星からの距離はある程度離れているものの、離心率の非常に大きな惑星が見つかった。 白鳥座16番星や乙女座70番星の周囲を公転する離心率が0.5を超えるその天体は当初褐色矮星とみなす向きもあった。しかし、その後続々と木星質量程度の類似天体が発見されたことに加え多重惑星系の存在などから太陽系外惑星の典型例として広く認められることとなった。エキセントリックという言葉は本来、 変身軌道の、大円軌道のという意味の天文学用語であるが、奇妙な蒸気を一したという意味もあるため、ダブルミーニングで広く使われるようになった。太陽系惑星と比較してその歪んだ軌道の由来に関しては諸説あるが、複数惑星系でホットジュピターが存在する場合は、スリングショットモデルという比較的シンプルなモデルで説明することができる。以下にコンピュータシミュレーションによる、 軌道進化の計算例を紹介する。どの惑星系においても、当初は惑星の公転軌道はほぼ深淵に近い状態で誕生するが、巨大ガス惑星が3個以上存在した場合には、ある程度時間が経過すると軌道の歪みが発生。うち1個の惑星は境外に放り出され、残った2個の惑星も非常に離心率の大きな軌道になる。 これは3個の惑星間で公点中互いにやり取りするエネルギーが特定の惑星に集中してしまうことに起因する。この現象はほぼ例外なくある一定の期間を超えると発生するが巨大ガス惑星が2個以下の場合は一定の期間が標準的な構成の寿命よりはるかに長く事実上は円軌道のまま安定する。よって太陽系は半永久的に 各惑星がほぼ円軌道のままという計算結果も出ている。一方で、巨大ガス惑星が3個以上存在すると、一定の期間は、惑星の質量や軌道間隔に大きく左右されるようになる。大質量の惑星が狭い軌道間隔をとっている場合は、その期間は、構成の寿命より短くなり、惑星系が形成されてしばらくすると、軌道交差が発生する。 その他の説として、巨大惑星と原子惑星系円盤との相互作用によって、離震率が上昇する可能性も指摘されている。ただしこのメカニズムでは、離震率が0.4を超えるようなエキセントリック、プラネットを説明することは難しい。また、惑星が連星系に属する構成を回っている場合、万星の重力によって、軌道離震率が増大することが考えられるが、 そのような惑星は発見されたエキセントリックプラネットの一部でしかない。主星の近くを交点するホットジュピターはエキセントリックプラネットの軌道が変化したものだという説がある。エキセントリックプラネットが近点で恒星に0.05、天文単位程度まで接近するような細長い楕円軌道を持つ場合、主星からの潮積力により近点付近で交点にブレーキがかかる。 その結果、近点距離を維持したまま遠点距離のみが次第に小さくなり、最終的には半径の小さい円軌道に落ち着くというものである。例えば HD8606B というエキセントリックプラネットは、近点距離が 0.03AU、遠点距離が 0.87AU という極端な大円軌道を持っており、軌道半径 0.03AU のホットジュピターに、 遷移しつつある天体なのかもしれない。このモデルの問題点として、超積力は距離が離れると急速に弱まるので、十分なブレーキを得るためには主星に近づく軌道を取り続けなければならないことが挙げられる。例として、ホットジュピターに遷移しつつある天体の外側に別の巨大惑星が存在すると、その重力によって内側の惑星の近天距離が変化し、 主星から離れすぎた場合は、超積力はほとんど効かなくなる。また、主星からやや離れた位置にもホットジュピターが発見されているが、これらを説明するには別のモデルが必要となる。エキセントリックプラネットとして知られている天体の一部は、実際には深淵に近い軌道を持つ複数の惑星かもしれない。エキセントリックプラネットの大半は、トップラー分光法を用いた、 視線速度の測定に基づいて報告されている。惑星が円軌道のケースでは、視線速度の変動パターンは単純なサインカーブになるが、楕円軌道の場合サインカーブから外れるためエキセントリック、プラネットとして認識される。しかしながら、このような歪んだ波形は、複数の惑星が引き起こす、視線速度の変動が合成されることでも生じうる。 視線速度のサンプリングが不十分だと両者は区別できないこの状況では観測結果を再現できる最もシンプルなモデルとして複数惑星系ではなく単一のエキセントリックプラネットという解釈が好まれるこれらの事情から当初はエキセントリックプラネットとして報告されていた惑星が観測の積み重ねや分析技法の改良に伴い 離心率の低い複数惑星系と判明する事例がある。一例として2013年に単一のエキセントリックプラネットを持つとされていた82個の惑星系について再調査した研究では複数惑星モデルが単一惑星モデルより統計的に見て明らかに良好という惑星系が9つ発見されている。複数惑星系とエキセントリック プラネットとが混同される状況は単一の惑星として解釈した場合の離心率が0.5以下となるような比較的波形の歪みが小さいケースで起こりやすい。一方で離心率が0.5以上の極端な軌道を持つエキセントリックプラネットは複数惑星系と誤認される余地はほとんどないと考えられている。ありがとうございます。